当期は、室町時代後期の公家、関路寺親町の日記。当時の政治状況や社会、経済の動向を知る上での貴重な資料となっている。記載時期は、文明2年9月2日から始まり、明王7年8月までの部分が現存する。それ以前の応仁元年以降の部分は、応仁の乱によって消失したことが、現存部分の冒頭に記されている。終盤は、 明王六年九月十六日上に、これ以後は書き記さず、たびたび直問いのことなどこれあらば、少々指すと書かれており、同年及び翌年の記事は簡潔に散発的に書かれているのみである。数種の別記も現存する。筆者である関路寺親野町は、各吉三年南朝維新が、宮中に乱入して三種の神器を奪おうとした、近欠の変で自らたちを抜いて応戦した人物。 学識豊富で、夕食に通じており、御花園天皇、御土御門天皇二代にわたって深い信頼を受け、長くカモの転送も務めた。このような経歴から、上下カモ神社間の争いに関わる話や、事実上中世最後となった、文章元年の大上界に関する記事、公家と武家の関係、応仁の乱の経緯、頻発した、と一揆の様子。 さらに普段の公家の生活などが詳細に記されており、同時代を知る上での一級資料といえる、造語資料体制書集。ありがとうございます。